はまず最初に解剖料理店です。見てください、口の形になってますね。では今から口の中に行ってきましょう。下の模型がありますね。下って意外に複雑な作りになってるんですね。下の方は今回の企画のパンフレットになります。参考にしてください。ありがとうございます。こんなパンフレットをいただきました。ちょっと中を見てみます。です。アルコールとの付き合い方をチェックしてみよう。後でちょっとやってみます。こんな解剖の本を置いてありますね。ちょっとこうチリチリになってますけど、これきっと学生が使ってるやつなんですね。はい、なんかここにありますけど、ちょっと聞いてみましょう。これは何ですか？こちら顕微鏡で実際にどこが見れるのか。ちょっと見てみていいですか？どうぞ。こうやってね、いろんなところにね、ちょっとした質問が置いてあるんですけど、これは肝臓は〇〇の臓器と呼ばれています。〇〇に入る言葉は何だったですかね。ちょっと覗いちゃいましょう。沈黙の臓器。これアルコールパッチテストができるみたいです。ちょっとやってみますね。お願いします。どうすればいいんですか？7分間待ってもらいまして、その後剥がしてもらって10分後にこの赤くなるかどうかをちょっと見てもらいます。はい、ではとりあえず7分待ってみましょう。17分経ちました。何にも変わってないんですけど。それは白型体質の人ですね。アセトアルデヒドを分解する酵素の働きがよく、まあ悪く用意をしないので飲酒量が増えるので、まあ、依存症になりやすいので気をつけてください。はい、はい、ここが寄生虫コーナーです。はい、これが寄生虫の海中です。ちょっとなんか気持ち悪いですね。はい、だんだん出口に近づいてきました。はい、こちらはお尻に優しいレシピを置いてあるんですけども、なんかいいのありますかね。これとこれはちょっともらって帰りたいと思います。はい、次はチャリティーバザー企画です。ちょっと中に入ってみましょう。どんな商品があるか楽しみですね。はい、こちらはゲーム、DVD、本コーナーです。ちょっと入ってみましょう。あ、こんな医学書なんかも置いてありますね。お客さんもいらっしゃいますね。こんな素敵な食品とか、こういったブルークラブなんかもありますよ。私もこれを買ってみます。お願いします。ありがとうございます。そうですね、ちょうど、はい、今私が買ったお金がワクチンになるんですね。はい、3階に上がってきました。次は年齢企画です。こちら年齢企画では体のいろんな年齢が測れるそうなんですが、ちょっと何が測れるのか聞いてみますね。何が測れたいですか？12歳だそうです。次はなってみよう企画です。お医者さんや看護師さんになれます。では行ってみます。では聴診器で自分の心臓の音を聞いてみます。休憩してみましょう。おしゃれな雰囲気ですね。今からマッサージを受けたいと思います。と香りは3種類の中から選べるんですけれども、私はこのローズウッドをお願いしたいと思います。お願いします。
ちがいいですね。これはやっぱりなんか修行とか積まれたんですか。あ、修行ですか。はい、2回ほど先生に聞きますね。すごく気持ちがいいです。マッサージコーナーの隣はおしゃれなカフェになってます。ちょっと見てみましょうか。いろいろ美味しそうなメニューがありますけれども、さっき私は血管がちょっと高齢が出てしまったので、こちらのアンチエイジングティーでお願いしたいと思います。お願いします。かしこまりました。綺麗ですね。このクッキーはの手作りだそうです。砂時計が全部落ちたので準備いただきたいと思います。こちらね、ローズとカモミールが入ってます。本当に可愛いですね。美味しいですよ。クッキーもいただきます。